今あそこでさ、自分のさ足が細くなんか見えちゃったから、鏡が斜めって、だからめっちゃモデルみたいなことしてたんだけど、はずっ、やめてくれ本当に。何これ、え、これ、ママがドンキでなんか買ってきてくれたのかな。何ママ、私今分単位で動いてるんだけど、びっくりした。ねえ、これはひまちゃんがなかなか買いに行けないものを私が買ってきたので、見てみてください。え、これ紹介していいの？いいよ。え、違うな。なんかね、恥ずかしいっていうより。びっくりした？びっくりした？違うの、違うの。マジ気づかない。自分入ってきてやったから。え、一人芝居しちゃったの？またそれ。え、嘘でしょ？ね、それ嘘でしょ、本当に。まだ恥ずかしい。ね、こうやって見て、うん、なんか今のカウンターとかどうかなと思って。うんうん、なんかそしたら嘘でしょ、ガチやめてほしい、ガチやめてほしい、恥ずかしすぎ、めっちゃウケんだけど、ほんとやめてくれ。じゃあ出していこうと思います。はい、いやもう喜ぶどころか違うの、自分の顔はい、1個目はこちら、じゃん、おー、アンドハニーのシャンプー。よくさ我慢してたね、全然シャンプーとコンディショナー入ってないのに。高いから。偉い。ずっと言わないなと思って、早2週間経ったから。1ヶ月ぐらい経ってましたよ。違うの、もうこれ使ってるよ。使ってないよ。減るの早いんだけど。ねえ、え、マジひまちゃんしか使ってないから。あ、てかさ、最近さ、ごめんね、ガチ悩みなんだけど、最近毛が結構抜けるんだよ、髪の毛が。あの、アイロン？グリーンってやりすぎなんじゃない？メイクさんに聞いたらなんか、うん、ハイ香りの時期って言ってたから、まあ。まあね、様子見てもいいかもね。皆さん教えてください。で、シャンプーです。これ、蜂蜜が配合されてるやつだよ。うん。アンドハニー。じゃーん、次。トリートメントですね。ヘアトリートメントです。そうか、そうか。アンドハニーって何種類もあるんですけど、私はピンクが一番好きで、まあ、ピンクとオレンジしか使ったことないんですけど、ピンクが好きなので、ピンクを使ってます。ピンクはちなみに、髪のうねりケア、ウルツヤタイプっていうやつですね。続いて、じゃーん、これ知ってる、ひまちゃんがね、足が痛いって言うかな、見てきたのよ、そうだよ、よく足を踏んでって言うじゃん、これすごいんだよ、うん、足から排出された水分によって茶色に変色するんだよ、やった方がいい、面白いでしょ、うん、だからやりたいと思います、ありがとう、はい、よもぎだって食べたくなってきた。次、じゃん、シャリオニグミ、ですからね、今食べろって言ってるんじゃないんですよ。あと一つだけいいですね。やだ、何何何、これ結構好きなんですよ。うん、でもあんま好きじゃない。え、なんで、なんかね、結構好きなんだけど好きじゃない。どういうこと、ちょっと意味がわからない。いや好きなんだよ、うん、普通に。でもなんかあのシャリシャリしてるのが砂糖みたいで、ちょっとなんか、あ、砂糖食べてる気分になっちゃうの。でも美味しい、はい、でも、でも結構好きですよ、好きなんだけど、あの、私は一番ヨーグルト味が好きだったのでよかった。挽回できない。レモン味は結構苦手だったんだけど。あ、そうなんだ。じゃあまだ良かった感じ？次はこちら。じゃん。はい。あ、なにこれ？汗かきバスって。汗かきエステ気分マグマバスプラス？使ったことあるからね。あのさ、もうダイエットって言ってるから。そう、汗をかこうと思って。最近汗かかないのよ。そうでしょ。お風呂で。ほら言った。さすがでしょ、ママ。だから。よかったです、うん、ありがとうございます。次はじゃん、なにこれ、何回も使えるの？うん、1回なんだけど20分つけるんだって。 1回でもフェイスラインがキュッと引き上がるんだって。本当に？本当にやってみようよ、もうこういうのにひまちゃん頼るしかない、私たち今
そうだね、もうとりあえずおやつは頑張ってる。こういうものからやっていかないと。すげえ。なんかね、太ってはないんだよね。なんか体重自体は多分そんな変わってないけど、顔がでかくなっちゃったから。だからずっと言ってるから、ちょっとこういうの買ってみたの。ありがとうございます。いいえ。今日もオンライン塾中ずっと、それってあの2対5なんで掃除費とかみたいなことやってました。はい、ありがとうございます。はい、次はじゃん、出たブラシ。そう、いつも高速歯ブラシやってるんだけど、ちょっとそれはどうかなと思って買ってみた。電池入れなきゃいけないからね。人生で一回も使ったから。そうでしょ、パパしか使ってないの、使ってもらえるのかなと思ってたんだよね。じゃあ今度ルーティンか何かでそれを使って。毎分2万8000回いいってことは 1秒に何回やんだろう。毎分だからね、言われちゃうと分かんない、2万8000丸60。お願いしますパパ。はい、はい、これですね。すごいですね。あのね、最近はね、あの歯ブラシをね、排水溝に落としちゃってね。新しい歯ブラシ使ったんですよ、だからまあそれも使いつつね、これも使おうと思います。ありがとうございます。はい、よく見つけたね。そうでしょ。次はこちら、じゃん。あれ、あ、ごめんなさい、ママ用でした。はい。一緒にやろうかなと思って。いや、これは私の2日用。やめて。次、せーの、最後。あー、メラノ先生じゃん。じゃーん。あ、何？違う。やめてよ。しっとりタイプじゃなくてさっぱりタイプ。うっそ。まあ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 、でも冬だしね、もう。いや、うん、あのね、あ、あー、どうした。まあまあ、はい、やだ、これあんのよ家に。まだ白ジェンがもうゼロなのよ。え、私それないのかと思ってた。ちょっと白ジェンの化粧水はもうここ。あー、じゃあまたそれ1ヶ月間ぐらいちょっと頑張ってもらって。そうですね、はい、まあこれはしっとりタイプなんでマッサージできると思うので、うんうん、使おうと思います。お、いいですね、ありがとうございます。あー、いいえ。はい、じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。今回は、ママにドンキでいろんなものを買ってきてもらいました、はい、それを突撃でもらいました。私の変な生態系が見えましたね。やめてください。本当にもう一生部屋にカメラを置かないでください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。楽しみにしてるよ編集パパ。本当やばい。どうしたの。今撮った映像見てるってこと。入ってくるじゃん。うん、え、鏡が斜めてるから、うん、自分のね、まあ、からあの体型とか、うん、あの見せ場めっちゃ見えてるんだけど、うん、あのこの石が。何。まあこの辺はお楽しみということで。